おはコンコン、アキです。今回もアークモバイル実況やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回ですね、まあ検証というか、まあやりたいことがあったので今撮影しております。まずね、最初の、多分これみんな知ってると思うんですけども、あの土台設置してね、この木のテーブルなんですけども、まあ置きます。この上って置けないんですよね、通常は。まあこの地面もね、地面はもともと置けないんですけどね、片一つこの上にね、木のテーブルの上に木のテーブルを置くことができる場所があるんですよね。実はちょっとちらっと見えたかもしれないんですけども、これですね、はい、イカダです。はい、イカダのね、ここに置きます。するとね、はい、こんな感じで上に置けるんですよね。こう斜めに置いたりとか、こんな感じで置いたり、そしてこんな感じで置いたりして、はい、はい、ここでお察しのいい視聴者の方は分かるかもしれないんですけども、そうですよ、これ見てください、階段にできるんですよね。ということで、これをね、最高の高さまで上げてね、ちょっとね、こいつです、この子始祖鳥をね使ってね、上空からね飛び降りたいと思います。今回はこの始祖鳥はね多分知ってるかと思うんですけど、落ちる時にね、こんな感じで少し降りる時間が長くなります。うんこした。はい、だからどこまでいけるかをね、今回はやろうと思います。一番怖いのはね、タップして落とす、あれが一番怖い。ちょっとでもかすったりしたらこんな感じで、あとね、ちょっとジャンプボタンでね、たまに投げちゃう時があるんですよ、ジャンプ。ほら、これが怖いですね。はい、多分登るのがね、多分大変だと思うんですけど、さてね、まあもう作ってあるんですよ、階段にしたものが。昨日テーブルやったっけ、作ったものはね後ろにあります。では見ていただきましょう。ちょっと降りる、さあこれです、どどちょ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 これです、どん高くね、ちょっとカメラモードでこれぐらいね、うわ上見えへんわ、上見えへん、これぐらい高くしました。でこれはね、頑張って、ほんまにね、金属がねめちゃくちゃ使いましたね。だいたい3000ちょっとぐらいかな、覚えてないけど、それぐらい使いました。さあこのね上を登って飛び降りたいと思います。飛び降りる過程は多分、カットします。多分ケツァル使ってます多分ケツァル使って登りますのでカットします。あ、頑張るぞ、カット。はい、ちょっとね、あまりにもね、ちょっとねアプリが重たくてね、あんま登れなくて、しかもねジャンプしたらねこの子投げちゃうんですよね、なんか知らないですけども。ですのでね、今回は投げずに、ね、そのまま降りようと思います。どこ行こうかな、あっち側行こうか。ちょっとでは飛びたいと思います。ちょっとフォトモードも準備してね、レッツゴー、ワン、ちょっとフォトモード使うねスクリーンショット撮るか、サムネタイムです、カシャリと。いや、いいですね。さあそのままね向こう行ってもらって、さあどこまで行けるんかな。そこまでね、あの、あそこはね高くないんで、まあすぐには降りようと思ったらね、もうあっち側行けばいいと思うんで、しばらく、うんこした、うんこしたよな、ね、うんこした、まあいいわ。いやこれスピード上げたらさ、この落下スピードというかこの移動速度も上がるのかな。ちょっと詳しい方いらっしゃったら、コメントしてください。いやわかんない、初テームなんでねこの子は。さあ、いやいいね、
ベラゴラル、ベラゴラニスもおるわ。これね、他の操作ができないんで、マップとかもね、見れないんで、本当に、ただ降りるだけ。さあ、イカダも見えなくなっちゃった。さあ、ちょっと地味な絵面が並んでいるようなんですけども。地味ですね。お、見れるんか。アイテムの中身は見れるんか。これさ、重量、いっぱいいっぱいいったらどうなるんかな。これ落ちるんかな、それか動かへんのかな、わかんねえ。お、白ティラノがいるね。もうちょっと白がいいね。ティラノはほんまにスタミナね減ってないんですよね、この子。無限に飛べるんかな、無限に滑空できるんかと言いつつもちょっとずつ下がってはいますね。さあ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 、これアルゲンとかだったらどうなんのかな、攻撃されたら落ちるんかな。ちょっとアルゲンちゃんとかに会いたいけどいないかな。お、また白ティラノ多いね。白ティラノがいいね。白ティラノ欲しいね。真っ白の、なかなかねレベル150の白ティラノがいないんでね、ちょっといつかはテーマしたいものですね。さあ、火がくれるぞ。ちょっと火くれるぞ。もうそろそろ。さあ、向こうの森まで行けるかな。あそこはね、仮拠点を建てているんで、たまには様子見をしたい。野菜いっぱいあるんでね、あそこは。だから、ちょっと見に行きたい。届かへんかな。届くかな。ブリブリブリ、うんこプレゼント。アルゲンいるけど低いね。マジで、あのグリフォン山まで、あ無理か、さすがに。変なとこで落ちそうやもん。さあ今のところアプリも順調に起動しますね。さっきだけはねやっぱり拠点が一番問題ですね。あそこちょっとちっちゃくしようかなって今ね考えていまして。危ね、今タップした。わしのスタミナが減ってる？ちょっと待って。わしのスタミナは見れへん。あぶね。わしのスタミナが減ってないか？減ってるわ。え、じゃあ自分のスタミナを引き換えにこれをしてるという。あ、触ってもらった。ああ！ちょっと待って、ちょっと。ご視聴ありがとうございました。裏でね、あの思想帳を回収しに行きたいと思います。ちょっと泣きそう。早くね、まあ、シングルなんで近寄らなければ他の生物に攻撃されることもないので、あの覚えてたらね助けに行きたいと思います。というわけでありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。